フランセス・ポリニャック公婦人、ウィナレッタ・シンガー。1885年、ポリニャック公婦人、ウィナレッタ・シンガーは、19世紀末から20世紀前半の、フランスにおいて、多くの音楽家を援助したパトロンの一人である。フランス革命期に、その名が知られる、ポリニャック公爵夫人の孫エドモンド・ポリニャックの妻。父親は、シンガーミシンの創業者、アイザック・メリット・シンガー。夫エドモンは、 コンコルド広場のコアラン館に集うロワイヤル通りのサークルを主催し、フォーブール、サンジェルマン界隈で、ロベール・ド・モンテスキューやガブリエル・フォーレラの社交界に出入りする名詞、かつ作曲家。エドモンとの30歳ほどの年のサコンは、互いに音楽に造形が深く、エドモンは、金銭面でのスポンサーを相手に求め、ミナレッタは一度離婚していたため、フランス貴族との婚姻で、 社会的認知を得て、表舞台に踊り出るためだったことと合わせ、互いに同性愛者だったからとも言われる。音楽家、画家として優れた才能を持ち、広い教養を持っていた。音楽関連のスポンサーないし、ソーシャライトとして知られ、1943年の死後、パリ16区トロカデル界隈ジョルジュ・マンデル大通りの、館はメセナを行うシンガーポリニャック財団として、活動している。 ストラビンスキー、塚谷明宏役、ストラビンスキー自伝全音楽不出版社、1981年148ページ、ありがとうございます。